くないですか。あ、かっこいいじゃん。ヒゲが出てる519めちゃくちゃかっこいい。うん、これめちゃくちゃかっこいい。サイズも全然いいじゃん。お、買ったね。どうも、エゼです。こんにちは。はい、いよいよ、はい、アメリカに行ってまいります。行きましょう。はい、いよいよですね。いよいよです。で、まあね、しばちゃんも行くのってみんな思うかもしれないけど、そうしばちゃんがあのお見送りにわざわざ空港まで来てくれたんで、ありがとうございます。はい、ここだけはしばちゃんに撮影してもらうんだけど、はい、あとは自分たちでセルフでなんとかね、うん、やっていこうと思います。やっていこうと思います。なんとかお願いします。はい、こんな格好しますけど、はいはい、今2月なんですけど、今日20度はい、あるんでね。なんならちょっと花粉飛んでまして、うん、もうしんどくてしょうがないんですけど、まあこのタイミングで国外逃亡できるのは嬉しいから。確かに確かに。そうだ、20度だよ。いや、行かれてるよね。行かれてるよ。ロスとほぼ気温一緒なんで、あんまり変わらずにこう入ってって、帰ってきたら寒さに驚いて死にかけるんですよ。まあそんなあったかいのかな、寒いのも分かんないですけど、そうですね、うん、アメリカをお届けできるように頑張りますんで、行ってきます。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。ロサンゼルスに着きました。着きました。はい。はい、今から、はい、もうすぐリサーチに行きたいと思います。寝れた？寝れた？寝れた。まあ前回よりは寝れた。前回よりは寝たけど。2時間ぐらいかな。まだ夜中って感じだね、体はね。うん。まあでも日出てるから慣れてくる。まあそんな感じで、はい、ゴリゴリちょっと見ていきたいと思います。はい。行きます。はい。メルローズアベニュー、はい、ここに、まあ、前回もあの撮影させていただいたんですけど、うん、まあ、セレクトショップとか、はい、古着屋さんとかが非常に多いところなんですけど、まず最初にね、このアメリカンレム、うん、スローって書いてある、はい、ここをいろいろ見ていきたいなと。前回もちょっとね、いろいろあったところだったので、うんうん、なので1日目は、はい、まあ、ちょっとこのメルローズをちょっとリサーチしたいと思います。はい、行きます。はい、いきなりの。しかもさ、あ、古いのあるじゃん。古い。うん、今ちょっと上がってきてるからね。まあでも85度ぐらい。そうだね。でもさ、綺麗だね。綺麗なのいっぱいある。上もまだ全然黄ばんでなくて綺麗です。おお。あ、こっちがエティーズ。うん、黒黒でよく見るタグだね。そうなんだ。うん、これの黒黒があったらいいよね。うん、しかし綺麗だな。まあ、ここら辺はやっぱ値段するね。うん、やっぱそれなりに本国でも上がってたね。ちょっといろいろ見てみるか。お、ナイスカスタム。あ、すいません、まだシャツ見てました。うん、おー、ナイス。まあ、XL の原稿のやつなんだけど、柄はいいよ。なんかでもね、原稿だとかとやかく言ってらんなくなってきてるからね、今ね。まあ、まだ入り口なんで、うん、ちょっといろいろ見ていきましょう。なんかあった？いやさ、このコーデュルコーナーちょっと見るんだけど、うん、結構ですね、519の構図のグレーとか、もうしかもヒゲ落ちしてんじゃん。ここら辺のさ、結構ヒゲが出てる519とかめちゃくちゃかっこよくない？うん、かっこいいね。これにサンダルとかさ、うん、合わせてもらえるだけでもめちゃくちゃいいと思う。ちなみにサイズはいくつでしょうか。519-1557、グレーだよね、1557って、うん、でサイズがウエスト31、うん、31は履けないね。履けない、まあ、履けるんだけど、ピタピタ、ピタピタだね。で519はピタピタで履いてもいいけど、ちょっと緩めでね、うん、少し緩い方がいい。でも結構あるよ、ほら、ほんとだ。このさ、グレーだね、うん、いいのは。アイスブルーみたいなグレーしてるね。春に合わせやすいね。この先が楽しみになる色だね。メッシュ結構履いてるもんね、グレーね。ちょうどだって、しかもメルローズで買ったからね、俺。あ、そうだ、あれずっと履いてる、ね、あれずっと履いてる。で、しかもあのグレーがなかなか見ない。そう、なんていうの、ベタみたいな、ね、うん、ちょっと薄いんだよね、あのグレー。だから本当夏の時期だったから履くのにすげえ重宝したよ。あ、また出てきた。これ517。あー、ちょっと増やしてるっぽいね。でも45ドルです。
うん、安いんじゃない？45ドルというと僕は計算ができませんが、うん、6000円ぐらいですかね。うん、上がったね。上がったよね。めちゃくちゃ上がってるね。公式1555ウエスト36レングス34。あ、なかなかいいサイズじゃないですか。これはありじゃないですか。少し大きめに。これだって普通に履きたいものカットオフして、うん、そう、俺はもう買ってすぐ宿でカットオフしましたね。カットしたよね。うん、ね、こういうシャツをいつも見るんだけど、うん、ペンドルトもさ、やっぱあるんだよ、ほらあるね、60s、うん、柄もいいじゃん、うん、で、普段だったら行くんだけど、うん、おおみたいな。何本ぐらいしたの？日本で言うと15ぐらい。おう、15,000円。はいはいはい。まあ俺とかは全然いいけど、うん、高いよね。だって高いと日本の売り値がさ、うん、普通に1万アンダーとかだじゃん、うん、俺ら買ってたことは7,900円、うん、そうだね。ここで15しちゃったらさそうだね、まあ、いくらなのって話だよね。だから、まあ、ここはもう古着屋さんだからね、古着屋さんはこういうところでは多分買わないと思うんですけど、うんうん、まあアメリカでもこういうプライス上がってきてるっていう感じだね。そうだね。まあペンドルトンの値段も含めてちょっとアメリカでも高騰してきてる感じだね。そう、うん、そうなんだね。まあちょっとここの古着屋は店内 T シャツとかもすごいあって、うん、結構なかなかね物量があるからちょっと掘ってみましょう。お、反転の、うわめちゃくちゃいい柄。え、すごいですね、まあ、この辺のオールド反転みたいな年代って今すごい値段上がってるんですけど、こっちでもめちゃくちゃ高いことになってますね。オールドサーフはね、もう僕らもずっと注目してるんですけど、ちょっと上がりすぎてる感じしますね。デニムコーナー、デニムコーナー見てるんですけど、はいはい、ナインティーズのやっぱアメリカ製、うん、まあ、結構入ってるんですけど、うん、雰囲気系とか状態がいいものも入ってるんですけど、はいはい、やっぱり値段がね、うん、すごいですね。12,000円ぐらい。なかなかだね。これとかさ、うん、はいはいはい、それこそメッシとか俺が履いてるやつのここまで薄いやつ、うん、そうだね、まあ綺麗な色をしてるし、うん、しっかりメリハリが出るタイプのやつだね。これでも1万ぐらいだね。うん、だここまで落ちてても1万超えちゃうっていう状況ね、今ね。うん、70ドルっていくか。1万ちょっとだね。やっぱそれぐらいだね。うん、いや、ね、3,000円とかで買ったイメージだったけどね。本当だよな。まあでも、ナインティースもさ、アメリカ製だってもうそろそろさ、うん。立派なネクストヴィンテージですよ。そうだね。うん。そうだね。だからいい色落ちのやつは。そうだね。ブラックもね、まあ確かに色落ちたらね綺麗なんですけど、ナインティーズでこの感じはちょっとなかなか手出しづらくなっちゃいましたね。まあちょっといろいろ他のブルケも。そうだね、まだ1軒目なので、はい、はい、アズイズヴィンテージ来ましたね、久しぶりに、はい、僕らが毎回お世話になっている古着屋さんで、はい、まあ、明日もね、うん、またちょっと、ね、倉庫の方を見させてもらうんですけど、はい、まあ、ご挨拶も兼ねてちょっと今日は店内を見させていただきましょう、はい、行きます。はい、行きましょう。アズイズさんは、うん、このメルローズの通りにあるんですけど、はいはい、日本人の方がやられてるとね。で、まあ、僕たくさんいろいろね私物を買わせていただいて今日僕もそうですね。なんかさ、やっぱ日本の方がやられてるからさ、陳列とかさ、ラインナップとかがどうしても誘っちゃうよね。僕がヴィンテージなんだけど、全然もうここからヴィンテージ入ってるような感じだよね。そうだね。ここら辺、例えばさ、うん、ハーレンとかちょっと古いやつなんだけど、うん、こういうのとかね、シレット普通にいいプリントとかたくさんあるよね。ハーレーティー結構あるね。ハーレーティーめっちゃある。ハーレーティーってレギュラーとか古いものとかたくさんあるんですけど、うん、まあ、こうやって見た時にこのフェード感とね、そうだね、シングルで見てもらえば大体ナインティーズ以前なんで、うん、まあ、パッと見でなんとなくね伝わっちゃうよね。
かっこいいよね。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。あれここもさ、ランチャーいっぱいあるんよ。めちゃくちゃある、ね、ランチャー、スタプレ。でもやっぱさ、こういうの見ちゃうね。見ちゃう、こういうのめっちゃあるよ ね。ぬるっと、ぬるっと、これ519519じゃない、517だね。517の茶香のフレアしてるね。コーデュロイビックイ、この色のビックイはやばいね。うん、やばいよね。しかもさ、これさ、カットオフしたらさ、いい感じで履ける、ね、そう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 、ストレートみたいな感じで履けるんじゃない。普段519をおすすめしてるんですけど、うん、結構フレアのやつをカットオフしたらかっこいいな。でサンダル合わせが最強ね。サンダル買ってる、うん、なんせサンダル買ってる。はい、なんか言いたかったみたいです。いろいろあるんですけど、うん、まあね、順を追っていこうぜ。カーハートめっちゃあります。やばいよな。で、ちょっと待って、これその配色、レア配色じゃん。レア配色です、ね、これアクティブジャケットもあるんだけど、うん、このたまにオレンジってやつがあるあるよね、うん、なんかさ、グリーンリブとかもなかったっけ。グリーマあるよね。で、俺にはちょっとでかいかも。まあ、165cm だからね、うん、F ちゃんにはちょっと大きいけど、でもさ、やっぱ全然面構え変わってくるね、オレンジって。着れる人いるかな。いるでしょ。 180cm ガディだったら。いや、でも180なくてもいけるじゃん。ガディさんはもう全然、でもね、そんな嫌な感じはしないね。テールがちょっと長いかな、FJ は。やばいね、うん、この配色はありだ、ね、素晴らしい。個人的にはこのダックハンターがなかなか出ないんで、これも素晴らしいと思ったけどね。ダックハンターがさ、オーバーオールでさ、うん、これってめっちゃ珍しいと思う。この形は出ないよ、うん、そもそもカーハートのダックハンターが本当出ないから、ね、これのアクティブスターあったらいやーマジで欲しいよね。たくさんという感じですね。 やばいね。フェードも平気で、ネイビーレアですよ。ネイビーもあるし、まあ、フェードのブラック、うん、教科書レベルだね。ノーショットもあるし、うん、形違いでもあってね。あ、チョアジャケットもあるんだ。チョアのこれちょっと古い。プリントチョア。プリントチョア。いや。あ、しかもワッペンカスタムチョアです。これチョアコート。チョアは着やすいからね。36だからちっちゃいから。いや、意外とコンパクトに着れちゃうんじゃないの。でもジージャンでけえからな。あらやだ、かっこいい。いや、これめちゃくちゃかっこいい。サイズも全然いいじゃん。てかね、そのワッペンのカスタムがめっちゃ効いてるね。そして襟が入ってます。はい、ありがとうございます。あらら、かっこいいね。これ G ジャンの上から、うん、最高。俺36とかなのかな。そうだね、普通に着たら36なんじゃない。やっぱり結構おすすめですよ。うん、かっこいいです。いや、てか、でも明日倉庫行くの楽しみだね。いや、めちゃくちゃ楽しみよ。ここに出てないものもたくさんあるかもしれない、ね、それもいいね。なんかさ、あれじゃない、まあ、ちょっとネイビーだけどさ、うん、デッキジップみたいな、ね、カーハート界のネイビーはなかなかのレアもんですからね。ここね、激推しくんのレーシングベストケースね。プレイボーイではないね、けどなんか間抜けなウサギが最高だね。スイングスターの、うん、あ、スイングスターボディか、うん、L サイズ。僕の大好きなチャンピオンプラグとかで有名なスイングスターボディですね。これかっこいいな、うん、あやばい、やばいよ。完璧じゃん、サイズ。これかっこいいね。かっこいいね。なんなんだろうね。なんでしょうね。いや、でもレーシングベストマジでかっこいい。かっこいいね。なんかさ、レーシングとは思えないワッペンがついてるとこが最高、ね、安いよ。あ、ほんと思わずにやけちゃうプライスらしいです。結構フランスのブランドとか、それこそさ、 FJ が買ったのってカナダとかだっけ。そう、フランスじゃないから、うん、これとか、うん、あとランズエンドのイエローのダウンとか。イエローいいよね、やっぱね。まあ、バウアーさんもあるし、うん、かっこよくない。うん、それかっこいいんだけど、ごめん FJ、 その後ろがやばいわ。でしょ、うん、それやべえぞ。今日、あの、それやっべえぞだぞ。あー、やばいね。ありだ、ありだよ、大ありだよ。かっちょえ、サイズ完璧。
いい顔してるね。とりあえず何こっちはあれなの、もうグッときてるやつね。はいはいはい、ウルリッチ。ウルリッチでもさ、うん、ちゃんとダウンのやつだね。そうだね、これ良くない？うん、なんかさ王道だよね、渋くてかっこいい。あーそれかっこいいね。みんな大好きウォールズね。ウォールズのそう、しかもそのシルバーグレーかっこいいね。かっこいい、うん、めちゃくちゃかっこいい。後でちょっと着させていただきます、はい、シアーズのアウターウェアのベストとかさ、うん、でもここら辺のさ、ここはね、薄なくなったベストいいよね。激安っすよ、ベストですよ、ほんと。うん、シェラーもジェリーも、オールドアウトドア系もちゃんとある感じだね。珍しくない？バーガンディ、バーガン、黒タクのバーガンディで、うん、メイドインエスエ、すごい。6535だね、はいはいはい、64クロスはシェラだから、うん、6535で、そうだね、皆さんが作る、うん、これ見てください、 REI、 REI です、うん、64クロスってさ、60コットン40ナイロン、そうですね、でシェラデザインが、うん、開発した64クロスって素材があるんですけど、うん、まあ、他のアウトドアブランドはちょっと本率を変えて、うん、63737とか、うんうんうん、6535とかでナイロンを、ね、30% ぐらい混ぜて作ってるのが多いですよね、うん、雨に濡れるとコットンが膨らんで防水性が高まるってやつですね。よくやってたよね、やってたよね、うん、ちなみに今現行だとパープルレベルのノースとかでも6535使ってるよね。6535じゃね、うん、64クロスってあれかな、シェラのあれなの、うん、でも特許っていうわけではないのかね。でも開発したのはシェラさんでしょ。そう、うん、シェラがもう64じゃん。64だね。だから他のブランドは全部6535、うん、そのまあでも64クロスっていうタグがあるぐらいだから、もしかしたらね独占的にやってるのがね。なんでさその64クロスがいいかっていうのは今さっき説明したんだけど、うん、それをこう知らない方が多い。そうだね、そう、コットンが膨らむんだよね、うん、そう、コットンが膨らんで要は間を埋める働きをするから防水性が高いっていう理屈なんだけど、うん、当時はやっぱりね、ゴアテックスとかこうハイスペック素材が開発される前だったから、うん、すげえ革新的だったんだよね。そうそうそう、ぜひ知識、はい、ぜひぜひ。でさ、これかっこよくない？それさ、めちゃくちゃリブ使いだよね、渋めを増してるのは。あとそのウエスタンヨーク、ウエスタンヨーク、ちょっとこれダウンじゃない？結構しかもパンパンじゃない？オールターパスっぽいさ、ね、ああいいね、そうだね、おかっこいいじゃん、まあ、ショートとかちょっと眠るぞ、うん、ねえねえ、いつ襟は出るの？襟入ってますか？入ってますよ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、うん、かっこいいのたくさんです。いや、うん、今のところ全部かっこいいね、めっちゃあるじゃん。そう、俺もね、めちゃくちゃあるんですよ。やっぱあー、まだいたレーシング、それやべえ、かっこいい、ね、チェッカーフラッグニキとしてはたまりませんね、ね、うん、チェッカーフラッグニキ、うん、チェッカーフラッグニキなんでね。いやマジでスーツスターとかのレーシングジャケット、うん、本当に良くて、うん、まあ、自分はその好きなブランドのバッペされてるやつ好きなんで、うん、やっぱ今着たいね。そうなんだよね、気分なんだよ、レイダースとかも。あ、しかもスタジャンなんだね、いいよね。なんか王道だけどちょっとリブとか珍しいね。でも多分これ90年代だから、うん、オークランドレイダース、オークランドだっけ、レイダース、80年代はあのロサンゼルスレイダース、うんうんうん、オークランドレイダースなんだけど、ね、ロサンゼルスレイダースの時のアイテムがやっぱりかっこいいかな。あとは、ね、この辺のゲームシャツもそうだよね、部屋気分ですね、完全に。そんな感じでいろいろ、じゃあ奥も見てみましょうか、うん、いやもうさ、手前でこのざまだからね、奥楽しみだね。そしてこれが出てくる倉庫とは一体どうなってるのかっていうね。そうだ、じゃあそんな感じでまた、はい、引き続き見ていきましょう、はい、お、買ったね、買いました、素晴らしい、買ってもらいました、ありがとうございます。じゃあとりあえず、うん、俺もちょっと買わせていただきました。まあ、ちょっとね、挨拶も兼ねてお邪魔させていただいたけど、やっぱすごいね、すごい、うん、明日楽しみだね、明日楽しみです、よろしくお願いします、はい、じゃあちょっと店舗の方はここまでということで、はい、また次行きましょう、はい、はい、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。で、一応今アズイズさん見させてもらって、はい、このメルローズの通りに、うん、まっすぐ行くと次に
セカンドストリートさんがある、はい、大変お世話になっております。大変お世話になっておりますセカンドストリートさんのメルローズ店、はい、ちょっとここは撮影はちょっと今日僕連絡してないんで、そうだね、あれなんですけど見てみましょうか。もちろんちょっとお邪魔させていただきましょう。はい、はい、じゃあ行ってらっしゃい。なんていうんですかね、古着屋さんもいっぱいあるし、はい、セレクトショップとかもいっぱいあるけど古着多いですよね。そうですね、古着が結構メインになってきてますね。今は増えてきたんですか。まあ昔もあって今また増えてきてる。ちょっと前はストリートは結構出てた、はいはいはい、ストリート減って古着がまた戻ってきた感じ。そうですね、結構な、ね、数の古着屋さんあるんで、そう、次はまたこのまま行くとどこに行きますか。ラウンド2の方まで行きましょう。はい、行ってみましょう。いや、買っちゃったね。買っちゃったよね、早速ね。いや、買う気なかったんだけど、お互いこう欲しいものが普通にあったね、うん、やってしまった、やってしまったね。ちょっとラウンド2まで行ってみます。はい、行ってきます。はい、ということでラウンド2さんでしたね。音がすごかったんで、うん、撮らないようにしましたけど、はい、あのたくさんありました。相変わらず品揃えすごかったね。前回まで、うん、まあ、ここら辺はアメリカ編で、そうだね、うん、流してるんですけど、はい、まあ、今日1日目なんで、まあ、明日明後日から初めてのところとか、そうだね、はい、回っていくと思いますんで、また違った絵にがお届けできるかなと思います、はい、ちなみにラウンド2さんは前回アメリカ編でしっかりやってますんで、気になる方は過去の動画チェックしてみてください。はい、じゃあそんな感じかな。メルロス、まだあと反対側か、うん、反対側行って、今日はもう疲れたんでっていうのは冗談で、うん、まだまだあのセレクトショップ含めて見に行っていきましょうか。そうですね、ちょっとゴリゴリ見ていきましょう、はいはい、ピンクホットドッグに来ました。はい、あの本当にピンクやね。ピンクだね。このピンクソットドッグなんだけど、はいはい、まあ、うちでもね T シャツをやってたことがあったの、ね、うだね、うん、だ実際にお店に来るのは今日初めてだね、うん、すごい種類だね。そう、何にする FJ、 何にする。俺辛いのがいいから、このオジースパイシーって、ほんとだオジースパイシーじゃん。これこれにしよう、うん、L、エル、何これ、エルカキ、エル級海ドッグ、うん、分かんないけど、うん、これさ、ハラペニョ乗ってるでしょ。乗ってるね。俺それする。これね、すごい。これ何ドッグですか。ハラペニョ乗ってるやつ。いただきます。はい、食べてみましょう。このままこうやって食うの。そうじゃない。いただきます。はい、これ食べる。これだけも、うまし、やばい、おうまい、いいね、これは、はい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 、ハーペン、うん、彼は無類の辛いもの好きですのでね、うん、あー、これうまいわ。ちなみにね、この恐ろしく強烈なポテト、美味しかったよ。これポテトの上に何のチーズとチリソース、へー、絶対コーラに合うんじゃないですか。メシの何の、これのは、ね、ベーコンチリチーズドッグです。それも美味しそうだね。これ絶対美味しいよ。似てんじゃん、めっちゃ、うん、ね、これ最初だから間違えてこれ食べそうになっちゃった。これめっちゃ辛いわ。めっちゃ美味しいです。はい、どうどう、じゃあちょっと食べ散らかしていきましょう。はい、はい、アメリカンヴィンテージ3ですね。3ということでね、前回ね、ここ掘ったんですよ、意外と。普通に古着屋さんなんだけど、うん、カートのベストとかブラックデニムとか、意外にアメリカ製のものが安く出てくるところがここです、ね、そうです。で、僕もあのコーディロイの519はここで掘ったんで。あ、そうなの。はい、じゃあちょっと見てみたい、ね、見てみましょう、行ってみよう、うん、はい、レッツゴー。めちゃくちゃかっこいいじゃん。サイズやばい。ブランドわからないけど、
ちゃんとレザーでしょ、本革。これやばいね。うわ、かっこよ。いいね。あ、これめっちゃいいな。ちょっと待って、俺も着てみようかな。俺も着てみていい？サイズやばい。いや、めちゃくちゃいいと思う。うん、もしかしたらさ、バナリパとかさの可能性もあるね。ギャップとかさ。うん。え、俺最初ギャップかなと思ったの、これ。俺着てみるわ。うん。サイズやばいよな。サイズ、俺でもいける。うん。似合わないじゃん、私は。まあ、着てる印象がないからな。やばいっす。やばいっす。かっこよくないっすか？かっこいいっす。めちゃめちゃいいっすね、柄が。と、あとヘビネルの僕が好きな柄とか。ああ、ブルー系の、うん、ボードシャツはあの次秋冬に向けて作ろうとしてるんで、はい、ちょっといろいろ形集めてみて。はい。で、ここすごいワークパンツがめっちゃあるんですけど、ええ、まあ、アメリカ製のディキューとかよく入ってるんですよ。で、今やっと見つけました。まあ、90年代のベン・デイビスのフリスコパンツの、アメリカ製のやつですね。USA メイドで、あのここがマイサイズです。自分のサイズです。服もほとんど持ってきてないんで現地調達現地調達で明日この格好で行きます。了解です。はい、まあ、そう引き続き行きます。シャツとパンツを買わせていただきました。はい。YouTube。 Oh, YouTube。 Hello。 Japanese YouTuber。 Oh, oh。 Channel FJ。 You want to put your sticker here? Okay. There's a sticker, yeah。 買っていって言ってくれます。どうもありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。 FJ の名刺がなかったです。いいですね。素晴らしいです。ありがとうございます。すごいね。おー、グッド。しかもこれ知ってる。サンキュージャケット。うん。So this guy, yeah. Japanese. But come to my warehouse. I have a bunch of, a lot of stuff. Long Beach? I do Long Beach, but I don't, take vintage. I just take regular. But at my warehouse, it's maybe 25 minutes away. 25 minutes away. Long Beach に出て、あとウェアハウスがあるということで、ウェアハウスも連れてってくれると。よかったね。こっちの名前。アントニー。Nice to meet you. 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 Mish. Mr. FJ. Mr. FJ. じゃあ今度また撮影に行かせてもらいます。ありがとうございます。もう夜になりましたね。いやー、すっかり夜降ってて、真っ暗です。2日稼働したみたいな感じで、いやー、なかなか到着してから、まあ、いろいろ見させていただいて、はい、まあ、最後はラブレア通りで、うん、ラグシーとか、うん、いろいろセレクトショップを見させてもらいました。はい、はい、じゃあ明日もね、続きどんどん朝から、そうですね、フル稼働でフル稼働でやっていきましょう。はい、はい、じゃあ今日のところは終了です。とりあえず1日目お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。